昨日に引き続きすみません、ありがとうございます。村田京子さんって鹿児島立憲民主党の鹿児島県連で一緒に活動させていただいている、私の一個下だから39歳で学区も一緒と地域がすごい近い方なんですけども、その方が予算委員会、参議院の予算委員会3月20日の委員会で奨学金についての質問をしていたんですけれども、あ、そうそう、すごい素晴らしかったですよね、村田さんの初質疑良かったですよね、小西さんの後ですごいですよね、30代で何でしたっけ、そうそう、減免について免除しましょうよっていう話で、その返してもらったお金が次の奨学金の貸与の原資になるんですっていう、まあ、答弁だったんですけど、理由になってない理由を述べられていらっしゃるなと永岡文科大臣、今回第2種奨学金っていう金利が支払い有利子の奨学金の利率が上がったよって、だからせめてその全ての奨学金を無利子にしませんかっていう村田さんの提案だったんですよね。まず第一段階として奨学金全て無利子にすることから始めるのはいかがでしょうかっていう質問だったんですけど、これが答弁が無利息ということにいたしますと、日本学生支援機構の利息収入を国費で賄わなければならない必要が発生いたしますっていう、もう答弁にもがっくりしすぎて疲れました